みなさんこんにちは、小野田道久です、えー。今回は「俺とお前のシリーズ」サーブ編です。まあ前編はスライスサーブについて高尾プロと語っていきたいと思います。高尾プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはまあグリップですかね。はい、一番大事なところは高尾プロはどういうふうに握ってるんですか？僕はもうほとんどもうちょっとこう薄いんですかね。はい。 それはもう、あの種類のサーブであっても一緒ですか多少変えますけれどもやっぱり基本こういう感じですあんまりこうはならないですけどもコンチネンタルよりもちょっと薄く握るベースが少し左斜め上を向くぐらいこれぐらいがやっぱり基本ですかねあと長さとかはどうですか長さは、小指がグリップエンドにかかる。 こうやって抜かしたこともあるんですけど、うん、やっぱり小指に力が入んないんでやめました。うん、なるほど。で短く持ったことはありません経験が。うん、なんで基本いつもこういうグリップがグリップエンドに小指がかかっている。なるほど。こういう状況を作っています。僕はですね、あのオーダープローと多分ほぼ一緒でコンチネンタルよりももうフォアよの、うん、バックよりですね。い,すねいわゆるバックのスピンの反対側です。です,ですからこう構えた時にはもう。 手首を何もしなかったら左向きます向きます、ね、上向きまますす上、うん、ここで何かねこう構えた時にこう手首をこうやる方って意外といるんですの<ー>、まあ、プロの中でもいてそれがダメとは言わないけどそれをねやっちゃうと僕は何に良くないかなと思うのは。 前腕のこの内側に力が入ってしまう。はいうん、こうクッとやると。ねはい、だからそうじゃなくて自然な状態で上を向く。もしくはコンチネンタルで持ってるんであれば自然な状態でスッとこう立つラケットがまっすぐ立つ感じでいいと思います。こうなったことあります？はないですね。いすねはい。こうやって構えたことか。これはないですね。これは僕としてはあのこう握って薄いっていうのは無理なんで<ー>こう。 逆の方に向く方は多分、大概コンチネンタルよりも厚く握っちゃってると思う、こういうふうになる場合はちょっとフォアと似てるようなグリップで持つ方っていうのは構えてるときはやっぱ下向いちゃうんですよね、はい、こうでやって。打つ、ね、面がまあこれはテイクバックでグルーフィーポーズ作ったときはフェイス上向くからここはもう100%おすすめしないあ,あ、おすすめ、あのすね、やっぱり回転量を、えー、しっかりかけるっていうことはあの僕が思うに厚く当てちゃだめなんですよ。うん そのよく厚い当たりっていうのを欲しがる方がいるんですけどサーブで厚い当たりを出すと回転は少ないですまそれがスライスだろうがスピンだろうがもうまあフラットもしくはもう回転量が少ないから落ちにくいとか曲がりにくいっていうふうになるのでどれだけ薄く当てて飛ばすかをやんなきゃいけない。 厚いか薄いかっていうことじゃなくて熱、うん、いのがよくて薄く当てるのが悪いとか弱いじゃなくて、うん、薄く当てるけどもボールのスピードが出てうん、うん、なおかつ回転量をすればいいんですよそれは。 はい、僕試合であんまりこうスライスサーブを使う場面っていうのがあんまりなかった経験があるんですけどどちらかというとフラットと若干回転をかけたフラットスピン系の,の、はい、ちょっとドライブ回転かなスライスで当てるとやっぱり薄くなって前に飛ばないんですよ、うんうん、その打ち方がやっぱりちょっと分からなくて未だにちょっと分かんないところがあるんですよ、うん、なるほど僕はねあの右肩を怪我をして あの2000年頃かなに怪我をしてでやっぱりそれまでねフラット系のサーブとスピン系のサーブがほとんどだったの、うん、でやっぱり肩に負担かかって肘にも負担かかったりしてで怪我をした後にやっぱりこう取る位置っていうのをすごく考えてすごく右側にしたそれで僕一緒にアメリカ回ってる時に右の方がいいよって当時<う>修造さんも右にしてって、うんうん、こんななって横切りみたいな形でやりましたよね 確かにこうピッチャーとかの構えでスローイングする時はここのポジションがいいとかトスを上げて頭の位置どうしてもこうなっちゃうんですけど、はい、やっぱ肘の位置と手の投げる位置が重要だってことで右に上げてましたもんこうそうですねと横からジョリって切ってもうサイドに切っていくっていう、はい、まあそういう打ち方をやってましたよね、はいうん、それはもちろんね。 相手と勝負するわけだからトスがすごく右に行ったりすごく左に行ったりすると多分構えてスッと上げた瞬間に相手は分かっちゃうから。うんうんうん 究極は同じとこに上げてファーストサーブもセカンドサーブもどんな種類でもどんなスピードでも打てるのがいいんですけど、はい、なかなかそうはいかないから若干スライスは右で構わない、うん、ただし相手が明らかにも分かるような上げ方だったりトスの位置には上げないようにして打てるようになりたいなっていうのは多分皆さん,思ってると思うんで,うで、ね、サーバー側はやっぱ構えたときに相手にバレちゃいけないんですよ、ね、そうなんですよトスでやっぱりバレる時があるから、はい、まあそこをどううまく打っていくかっていうところが大事なところですよね。はい まあ僕、肩を怪我をしてえ右側で捉えるっていうのをすごく意識してあと、当てる場所ですよね、当てるラケットのちょっとこうあの今、これ省略しますけども少し斜めになるじゃないですか、こう当てる方向皆さんの方向に行くとそうなった時にやっぱり真ん中よりもちょっとね内側を当てたいんでししょそしたら 内側に当たってこの縦の2本から3本のストリングに引っ掛けると自然にこっちにいく<ー>クッといくでそのままもうウェル、こうあローテーションロションンプを使う使い始めた時に当たんなきゃいけない使っちゃったらダメなだ <laughs> 俺その感性は全くないこ。これを戻しちゃって当たった たらフラットコースになっちゃうから帰るローテーションに行く前にボールが当たってからローテーションってことですよねそうあのもう逆を向くっていうふうになった方がいいでもそれは無理に何かグッとやることではなくて当たって引っかかって離れていくっていうことでもスライスっていう時は当然右側に当たるじゃないですかボールのもっとね内側だからこっち側なんですよだからこうなった時にこっち側ですこっち側 あこここっち側そうこ,うこういうイメージああなるほど、はい、ねここから自然にスッともう離れてるからその時にこうそ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 う<ー>それが反対側から入っちゃうともう力でこうしなきゃいけなくなっちゃう僕完全にここスライドするイメージです僕、うん、らはねもうね一点もうボールのボールのところに一点でもう,うん、うん、当てるあのいわゆる叩くイメージなるほど 叩くっていうのはこう叩くイメージではなくてここを叩くもうこの右上のところを人差し指のところでもうここに叩くで当たったらもうかっちゃっていいですよ手は、うん、でもぴったりになるとこれはフラットになっちゃうからそのタイミングを気をつけない難しいっすねそうだからあまりにもトスを前に上げちゃうと届かないか当然かえって当たっちゃうから っこすね、行き過ぎると自分の立っているところから内側で内側で当てるともう勝手に左に行っちゃうこれは勝手に左に行く <laughs> 内側に当てるとあんまりトスの位置に関係なく、はい、逆に言うと左側に少々上げても右側に内側に当てることができたらもうこれ左行く簡単にこう回転をかけるというからもうほぼ、うん、まあ無回転というかあんまり回転をかけずに。 左左側に打っっってていいくそう,そう,う当たったら左に飛ぶのああ右に振って左に飛ぶっていうのをなるほどスライスの場合は利用した方がいい僕の悩みはどちらかっていうと、うん、この回転の,回転のスピン量で持っていこうとするから、うん、どちらかというとここからスライドがザラ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 ,ラってくるイメージなんですよ、うん、ただ僕がこのフォアの,、うん、この向こう側のフォアサイド側に打つ時のワイドですよ、ね。はい このの時にスピードがが出なない悩みんですねそれ何回も何回もこうやってスピード上げる練習やったんですけどなかなか当たってからのフォローがこういう風にできない難しくてでここから結局はこう巻いてっちゃうんですだから回転量だけは多いんだけどスピードが出ない今後ろから見てるとほとんどここからラケットがこういう角度で出てくるからあこれセンターも ワイドも、うん、打ち方としてはあんまり変,変わらない変わらないそこがすごいんですよ。うん、そこは真似できないです、ね、<は>あのスライスサーブで限定してあのサイドをはいこれワイド系でこのまま似たようにセンターっていうのもこれは全然変わらない。後ろから見て、うん、スイング同じ全部。うん もちろんあの簡単なことではないんだけどあの先ほど言ったこの内側に当てることを覚えれるとえそれで薄いグリップで持っていると非常に楽にできるこれは,これは,これはあのもちろん僕がやってるから鈴木孝雄だからっていうふうに思う方もいる全同じうけどほとんどインパクトだけでこうなるかこうなるかだけ。としたらちょっとスピンっぽいサーブもあまり変わらない変わらない僕の中では。 この当て方として,れてだ、うん、これは構からこれはうわー、うん、だそれでもっと右に上げたかったらこうやっちゃう,うわ、うん、だから変になんか手で作業をするというよりもこのどこにどう当てるかっていうのに集中してる、うん、なるほどその角度でだから思い切って角度をつけちゃってるここ変にこうスイング方向としては結局は当たったらラケットは 上行きますよね、こうやって当たってからもう抜ける、うん、あ抜ける。決してこうやって上から下にこうやって振ってるイメージはないですよ、ね。うん、あそれは僕もないです、ねうん。だから思い切ってここがこういうイメージ持っちゃった方がいい。俺俺こうだ。ああ<ー>これはあかんわ。これはこう。もっと逆にね、すげえす,すげえ右でパンって当ててみて左飛ばしてみて。 ちょっとあのと高いかもしれないトスが逆にそうそうそう低いとこ低いとこからの方がいい高いところで高いところで打とうとしたらおかしくなる逆にスライスサーブはそうあの伸び上がっちゃうから伸び上がるっていうのは変に縦が高いところで取ろうとするからおかしくなるそこから先がいかない感じがするんですよ今ちょっと低くして当たってから最高点に到達するぐらいの方が 今こあのなんていう一番高いとこよりもちょっと下のとこでやるとやろうとすると高すぎない方がいい,す,い,がい,いするといい結局勝手に当たった後に上に行く動作があるからうん、うん、自然に縦かかるうん、うん、だから縦がかかるってことはネットを越えることを怖がらなくていいからもう思い切って角度つけちゃった方がいいそうすると自然に この横に行きやすくなるうわそこはこれでもいいのこんなんでもいいのかかるっていうのはねこんなんでもこんなんでもでもこれだと相手にバレちゃうから横から打っちゃうとねなるほどここの返しはちょっと独特なものがあるな僕やっぱり高く上げて高い最高点でボールをこうやって捉える感じがあったんでやっぱり低いとなると低くてそう低い方がね 確実に当たるスライス系は、やっぱ、うん、<laughs> 現役の時に教えてほしい。<笑><笑>まあこれもね、僕あのまあここ最近とは言いませんが、ここ数年でいろいろこうやって右に上げ上げてこうやってやってこんなこともでってたから <laughs> ね、そういう時代だったですよね。そう。いやそこはすごいわ。うん、な,な,なんかそんなね種類は、だから別にどこ<ー>あの右側に上げるイメージの方がいいんだけど。 あの普、ー、通今のワイドって一般の人って外にやっぱり行くときって音がこうやってシャリーっシャリってなるんですタカオプロならない、うん、しっかりもうフラットに近い音でボールが、うんうん、そうだね、うん、やばっ <laughs> やっぱねそれって僕だからすごく あのいろいろまあ研究というか研究やったら変ですけどいろいろ試してみてでやっぱねどこでやっぱストリング一番サーブがねすごいこうエネルギーをやっぱ使うから、うん、当たったる場所のストリングが一番減るのあなるほどだから先端気味の内側なのこ,、ね、ここが一番減るここの意識はなかったな<う>ちょっと俺最後ちょっとグッドサーブをグッドサーブでああそう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  スピードが出るよね、そう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 ,う,うだからあ当てられるのよあの一般の方でもね多分これはできるできるとやってほしい実絶対ここで当てるんだそう <laughs> ここじゃないこ,こ,なこっちね内側やべこの技術すげえ言わない方がよかったかやばい言わないい,い <laughs> <laughs> まあスライスはね、はい、やっぱり高尾君の代名詞のサーブだったんで、はい、あこっちのほうが、<ー>スピードと回転と、両方欲しいんだよね、ああ、っちっなあ今、もうライン上にもう切れていく感じしますよね、うん、そこもやっぱり、僕、ジョリってなっちゃうんですよ。うん 音ですねじゃあここはこきっかけはいい意味で音がもしれないこうなっちゃうんそうすると威力がやっぱないから、はい、こう…こういう風になんなきゃいけない思い切ってねこの角度鋭角にした方がいいよ、うん、なるほどあオッケーオッケーオッケーいいですね<ー>やっぱスピードと…ここの押しがやっぱ全然違うここからこうなるか、うん、ここからこうなるかは、うん この角度も大事なやっぱり意外と当たる角度ねいやでもいすごい曲がりだからまっすぐどんどん曲がるからセンターベルトよりもかなり右を狙った方がいいそうするとフォルトしちゃうキれが引っないそう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 力が入るなこの方が入れなくても入りやすいと思いますよその方がおおあ レベルアップしましたね40超えてスピードアップしてる <laughs> やばいだから曲がるだけじゃないのよね、うん、だそうなるとアドサイドのセンターはフラットいらない,い,らない、ね、このスライスで1、えー、8 0キロから7 0キロは絶対出ると思うこれうわ、ん、<お>気持ちいいですかましょうか ああサーブーー僕、足の力もう40超えてからあんまりこう飛ぶっていう力ないですけど、うんうん、この技術があれば逆に飛ばなくていいでしょこれ皆さん覚えた方がいいですよ、スライスサーブここの角度、うん、ここじゃない真ん中じゃなくて少し外して、しかもかった当てるときにこのエッジの方を少し向けた方がいいよね。なるほどこううなっちゃうと この当てる方にラケットがぐっと全部前面向いちゃうとここに当ててもスライスはかかりにくいちょっとでいい、うん、あまりにもやりすぎるとボール本当飛ばなくなっちゃうのでそれはねあの皆さんいろいろ試していただきたいんですけどいや今日ちょっと僕が勉強になったなちょっと衝撃的だったですねこれはちょっと練習して自分のものにしよう、ね、でこのワイドサーブとセンターあのデュースサイドであればワイドサーブを、うんはい 多く使えるだろうし、うん、アドサイドであればセンターを多く使える。うん、でもこれはあの相手をのフォア側に右利きのフォア側に打ちたいっていうのでそういう,ふうにしてるけども、うん、ボディにも使えるしる、いろんな場所でも同じ,同じバックに持てる。うるそう。ちょっとしたいことだから、もう方向がちょっと違うだけだから、同じトス、同じフォーム、同じ当て方で相手からすると最低三つ来るからね。なるほどなるほど。うん。まあその打ち方だったらさすがのフェデラーも。 ね、返すの大変だってことはよくわかりましたね。<laughs> すごいことを教わった。いい時間でしたね。いい時間です、ね。はい。ちょっと僕が練習します。はい、<laughs> ありがとうございました。はい、ありがとうございました。二つ <laughs>、はい、に。 Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!